それではご着席ください。中野タム対中野タムでございます。試合に対する意気込みを伺ってまいりましょう。まずは中野タム選手をお願いします。はい、はい、はい。宇宙の皆さんこんにちは。宇宙一かわいいアイドルレスラーの中野タムです。ちょっと待って、待ってください、はい、やっぱタム疲れてるんですかね。ちょっと激戦でしたね。あの第16代ワールド・オブ・スターダムチャンピオンの宇宙一かわいいアイドルレスラー中野タムです。あなた中野タムなんですか？私が中野タムです。いやー困っちゃったな。なんかあのこう赤いベルトのチャンピオンにもなるとこうタムのまがいものが出てきちゃうんですかね。なんかタムも有名になったなって思います。こうしてじゃーん、週刊プロレスの表紙にもしていただきました。ありがとうございます。やつじゃないから、ありがとうございます。私だから、私だから、ありがとうございます。皆さん300冊買ってください。400冊買ってください。あ、じゃあなんかこう中野タムだって言うんだったら、こうちょっとなんかタムっぽいことをしてみてもらえる？もちろんできます。じゃあ宇宙一かわいいポーズやります。え、かわいい？かわいいかな。そんなことしてるタム？長い。あなたもやってみたら？いいよ。可愛かったよね。タムの方が可愛かったよね。うんって言った、うんって、カメラマンさんうんって言った。タムの方が可愛かったよね。DD ですね。わかった、わかりました。じゃあタムのタムだって言うんだったらダンス踊れるでしょ？もちろん。本当に？ダンス大得意なんで。コズエンダンス？もちろんコズエンダンス完璧に踊れます。完璧に？完璧に。わかりました。音響さん出ます？音大丈夫？お願いします。全然違ったよね。いや、コズエンダンスじゃなかった。なんか知らない変な踊りしてた。私がコズエンダンスでした。あなたこそ全然知らないダンス踊ってました。なんか思い出した、分かった、聞いたことある。あとはジュリアの差し金でしょ。なんか中野タムに似てるジュリアのなんか後輩なんかがいるみたいなこと聞いたことある。いや、あいつさまだこんな嫌がらせしてくるわけ？もういいよ、いやもう冷やかしなら帰ってください。帰って、帰って、前も来い。私が中野タムだ。中野タムになるのはね、そんな簡単なことじゃないんだよ。分かった。本物のタムの強さ、
教えてあげようね。こっちこそ教えてあげようね。